栃木県庁では、地震が発生した午後2時46分に合わせ、職員らが黙祷を捧げました。黙祷を始め。震災当時、最大震度6強を観測した県内では、4人が亡くなり、133人がけがを負い、7万6500棟以上の住宅が被害を受けました。県危機管理課によりますと、東日本大震災の影響で県内へ避難している人の数は今月1日の時点で1159人です。避難しているのは福島県からが1150人、岩手県からは9人で、県内20の市や町にある親族の自宅や賃貸住宅などの避難先で生活を送っています。震災の翌年の2012年に3197人いた避難者はおよそ3分の1まで減少しましたが、今もふるさとを離れ避難生活を余儀なくされています。一方、県は東日本大震災を教訓に3月11日を栃木防災の日と定めていて、今日は職員らが地震が起きたときに身の安全を守るための行動を取るシェイクアウト訓練を行いました。庁内アナウンスで地震の発生が知らされると、職員らはすぐに姿勢を低くし、固定されたデスクの下に潜って頭を守り、揺れが収まるまでその場でじっとするなどの対応を取りました。防災は日頃から意識していただくことが重要で、今回のようなシェイクアウト訓練については最も手軽に行える訓練ですので、こういった活動を皆さんにしていただくと、少しずつ準備していただきたいと、そういった気持ちで行っております。